50歳の国会議員が23歳のね、女の子をですね、間接的にビビらせてるというのは、うん、僕はどうかと思いますけどね。あなた、運がいいんだって。ガーシーが橋本環奈ちゃんの暴露があると脅しているみたいで、これって不安商法、彼女に何があるか、先生はご存知ですか？いやー、わかんないですね。なんか言ってるんですかね。僕全然そのガーシーさんの、話聞いてないんで、ガーシーさん、悠々詐欺？詐欺じゃないですけど、もう、詐欺じゃなくてなんかあるんかもしれませんけども、その度合いがね、微妙というか、すごいなーという、芸能ニュースもあれば、それいるみたいなもありますからね。ちょっとありますからね。一応見ましょうか。いらんことはもうせんでいいと思いますけどね。橋本環奈ガーシー法予告に戦々恐々、好感度低下に続いて、流れ玉が当たる可能性も、と。これですね、おそらく言ってるのは。そうですね。8月26日なんで、確かに、時事ネタニュースですね。橋本環奈23歳が7作目となる、主演映画、バイオレンスアクションが19日公開された。橋本演じるピンクボブ。合ってます？ピンクボブ。がトレードマークの菊の K は、ラーメン屋でバイトをする普通の女の子。だが、その実態は、指名ナンバーワンの殺し屋で、ワイヤーアクションで宙を飛び、回し蹴りをして銃を撃ちまくる。文字通り、橋本のバイオレンスとアクションを堪能できる映画となっている。はぁ、あ。なるほど。まあまあ、ここはありがちですよね、別にね、こういうの。映画なんでね。キックはその、ヒットガールみたいな感じですかね。橋本といえば、好感度が高いことで知られる女優です。2月から半年にわたって、これなんて読むんですかね、上白石、萌えね、合ってます？ちょっと全然わかんないんで、はい。ちょっと間違ってたよ。ごめんなさい。と、ダブル主演を務めた舞台、千と千尋の神隠しの千尋役で成功を収め、さらに好感度を上げました。映画では、これまでコメディや恋愛ドラマ、シリアスな社会派ドラマなど、様々な役を演じており、すべてのジャンルで高い評価を得ています。あー、そうなんですね。モネ。あー、モネね。萌えねでモネね。上白石、モネね。うん、まあ僕は全然ね、一回もその橋本さんの、ドラマとかその演技とか一度も見たことないんで、ややこしい名前ですね。はい、次行きましょう。ただ、お酒の飲みすぎでお腹が出ているとか、太っているから体型を隠すファッションばかりと、アンチからは体型を揶揄されることも多かったのですが、今回の映画のために徹底的に体を絞り、激しいアクションをできることも証明しました。橋本は10月と来年2月にも日本の主演、出演映画の公開を控えており、さらに順風満帆と言えるが、実はなんとか無事に公開できたと安堵の声を漏らす関係者やファンは少なくないという。どういうことなのだろうか。ああ、なるほど。恐れていたガーシー法が出てこなかったので、ひとまずは安心ということなんでしょう。芸能ライター。ああ、なるほどね。火曜日はインスタグラムで質問コーナーやってるよ。やっぱりこの件ですね。暴露系 YouTuber で NHK 党参議院議員のガーシーこと東谷義和氏が50歳が橋本に関する暴露を最初に予告したのは6月1日のこと。あ、もうだいぶ前ですよね。自身のツイッターに芸能人や社長にお金で女の子当てんのしまっていると女性の写真をアップした上で橋本環奈はこの子の流れ玉と記し、今後何らかの形で橋本暴露する予告したの。やめといてあげてほしいですけどね。別にその橋本さんをですね、かばうわけでも何でもないんですけども、なんかその、ガーシーさんのことをですね、言うならば、城田優さんとか、綾野剛さんはですね、なんか、自分が助けてやったのに、自分がピンチになったらですね、助けてくれへんかったみたいな。そういう、恨みがあったか、暴露って、はい、言うのは、まだ、100歩譲ってですよ、暴露をしていいか、どうかっていうのは、人間的にね、道徳的にどうかわかりませんけども、まだちょっとわかりますけども、橋本環奈ちゃんとか、関係ないんだったら、僕はもうほっといてあげたらいいのになと思いますけどね。僕はね、なんか、全然関係なくて、本人にね、恨みとかないんであれば、僕はもうほっといてあげたら、いいのになと思います。23歳、まあ50歳ぐらいのね、おっさんがですね、間接的にかもしれませんけども、50歳の国会議員が、23歳のね、女の子をですね、間接的にビビらせてるというのは、うん、僕はどうかと思いますけどね。なんかまあ僕もその、カンナちゃんに関してはなんか噂みたいなの聞いてますけども、大した噂じゃなかったですけどね。うん、しかも本当かどうかわからないし、うん、だからもう僕はもう、なんかその、まあガーシーさんがオンラインサロンに、入れるための、会員を増やすための、一つの武器、
一つの武器でこう有名人を名前挙げてるかもしれませんけども、あ、ガーシーは橋本環奈ちゃんの面識ない、もうそれやめてあげてほしいですね。じゃあおっさんの国会議員、うん、ですから、うん、やめといてあげてほしいけどな僕は、うん、枕とかもねもう知らないんであればね、そう噂とかは あるじゃないですか、噂とかはあるんで、この子はこの子でそう生きてるんで、僕は橋本環奈ちゃんが好きでも嫌いでもないんですけども、別にこの子をフォローするわけでも何でもないんですけども、もうなんか50歳の、国会議員のおじさんがなんかその二十歳らへんの子をねなんか持ってるでみたいな、こいつの話持ってるでというのはどうかなっていう、話ですね、と僕は思いますけどね。どうですかね皆さん、まあ知りたい人はね知りたいんでしょうけどね、まあこれ人気のある女の子ですから、やってることがねだんだん、最初はねなんか復讐のためやとか言ってましたけども、それが多分大義名分やったと思うんですよね、ガーシーさんの、と僕は思いますね。カンナちゃんね、悩み相談はマカロンまで。お酒の話とかは結構昔から聞いてて、だからまあ僕はあんまりこうガーシーさんのこの匿名希望さんのねマカロンの、ガーシーさんが橋本環奈ちゃんをですね、まあ、脅している、間接的に脅しているんでしょうね、まあ、本人的には嫌ですからね、なんかあったらね、僕はもうしかも6月何日で言ってまだ後悔されてないんでしょう、だからそのずっと引っ張ってるわけですよね、これ言うよこれ言うよこれ言うよっていう、そういう経緯だと思うんで、まあ僕もね、その、僕も聞いた噂がですね、僕は枕じゃないんですよね。枕じゃなくて、まあ、男性系の、まあ、それしかないですよね。女の子の、アイドルの噂って言ったら、男性系のね、話しかないですよね。まあ逆に言うと、他は、まあ、シャブとか麻薬とかね、細かいのは、大体はそうですよね、男性系。で、僕が聞いたのも、その、全然噂なんでね、はい、証拠が一切ないですし、まあでもね、その、かなちゃんも、その、女優かアイドルか分かんないですけども、別に普通の女の子なんで、誰と付き合うと自由ですし、と僕は思うんですよね。そうですね。僕はもう、ほっといてあげてね、思いますけどね、僕は。ガーシーさんがね、なんか、もうちょっと身のある国会議員にもなってですね、税金で給料もらってるんで、しかもこんだけ可愛い子やから、その男とかおらん方が逆におかしいですからね。こんな、ね、何千人に一人って言われてるね、美少女ですから、男をむしろ、おらん方がおかしいので、で、誰と付き合ってようとね、自由ですからね。だから、娘でもおかしくないようなね、みっともないなっていう感じが僕は、普通にしますね。ほっといてあげたらっていうのが、普通のおっさんからの意見ですよね。自分の恨みもないんだったらね、恨みとか妬みとかね、裏切られたとかがないので、もういいと思いますけどね。結局オンラインサロンが9月1日からですね、課金ですよね。多分僕はそっちの3980円を取るためにですね、まあいろんな布石というかですね、いろんなネタをなんか言ってるだけだと思うんですよね。要するにまあそれ後悔するでと、それサロンに入ったらこれもあれも教えますよっていうためのもう宣伝だと思うんですよね。まあそれに、その橋本環奈ちゃんは、まあ、付き合わされてるというか、勝手にね全然知らないおっちゃんに、利用されてるというのが一番正確な意見じゃないですかね。詐欺師の報告は傷公開までと思いますけどね。関係ないんだったらもうほっといてほしいですよね。なんかちゃんと納得するような、この国会議員はこんなことやってますと言って、でその国会から追放するようなね、もう絶対もう次の日に辞めないとダメなぐらいの暴露だったらちょっと認めてもいいですけど、はい、なんか議員ね10人ぐらい、議員10人ぐらいもう言った、ガーシーさんが暴露したもうその翌日翌々日ぐらいに全員も議員辞めるぐらいの、はい、破壊力のある暴露だったらちょっと認めてもいいですけども、なんかもうこの若い女の子を、関係のない若い女の子をいじめる感じのはもうやめといた方がいいと思いますね。また、最近ガーシーさんってちょっとね、求心力が落ちて、なんかやるたびにですね、戦えたりとかアンチが増えたりしてるんで、もうこの橋本環奈ちゃんとかも見逃してあげてほしいですね。っていうかもう言わない方が、まだガーシーさんのファンが減らないんじゃないですかね。しょうもないこと言ったら逆にまた、
あの叩かれますよね。あの YouTuber の女の子とかで、ね、何でしたっけ、キリタンポちゃんでしたっけ、うん、キリタンポちゃんとか、ひろゆきさんの奥さんとか、うん、普通のね女の子とかをですね詰めてたりとか、いらんこと言うとですね、どん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 ガーシーさんの、評判とかね、男が下がっていくだけだと思うんで、はい、あの、いや、僕はもうやめた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、橋本環奈ちゃんは橋本環奈ちゃんで、こういうのが引っかかってると、なんか毎日、やっぱこう寝れないですよね。僕もそうだと思いますよ。なんか、その橋本環奈ちゃんの立場だったら、なんか何言われるんだろうとか思ったらですね、しんどいですよね。あの生活にストレスができるというか、睡眠不足になったりとか、で、キリタンポちゃんはそれでなんか、鬱っぽくなってるんですよね。なんか耳が聞こえなくなったみたいなこと言ってましたよね。キリタンポちゃんはね。もうそういうなんか、自分の復讐のためとか、まあ、関わってきた人間とかね、まあ、そうやったらいいですけども、関係ない女の子の話とか、僕から言うともやめといた方がいいと思いますね。ガーシーさんの、評判とか、男を下げるだけなんで、やめといた方が、はい、いいですね、うん、と思いますね。はい、ということでね、匿名希望さん、うん、僕はまあ、あんまりも楽しみにしてないですし、もうサロンとかもねもちろん入ることもありませんし、昨日来てたんですよコメントで、ケンケンさんはガーシーのサロンに入りますかみたいな来てたんですけど、いや絶対入らんでしょ、そんな無駄なお金の使い方は絶対しないんで、あの3980円ほど無駄なんもなかなかないと思うんで、うん、僕全然興味がないです。文春とかもあの買ったことはないですし、いや絶対入んないです、絶対にそんなお金ないですね。はい、まあまあご飯食べれますよ。3980円あったらね、期間棒3回行けますからね。はい、だからもう絶対に払わない、絶対に。別に398円とか39円とかでも払わないですね。はい、そういうのお金は使わないです。はい、そういうなんかくだらないことに、お金は使いません。まあそれが、答えですかね。本日のテーマのような話から悩み相談、疑問、質問、意見など何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムと占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルというサブチャンネルをメインでやってます。キズ公開は詐欺師や霊感商法をしている悪人の情報を随時募集してます。 Twitter はチャンネル最新情報、 Instagram では火曜日に質問コーナーをストーリーでやってます。動画の高評価、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げていきましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。